い、ということで今日は、イテウォンにやってまいりました。はい、来ましたよ。まあ、たまにはノーブルマンで、飲もうぜっていうことで、はい、韓国来てさ、なんかバタバタ撮影してるだけでもなんじゃん。うん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 、こういうちょっとチルタイム欲しかったわ。自分で言うとなんかあれなんだけど。今日ここチルくない？チルい、めちゃめちゃチルいよこれ。見てよこの夜景。あー、映えるー。めっちゃチルいよこれ。上もあるんだよね。いや、本当は上がなかった。上がすげえ良かったのよ。もうなんか上がチルいんだ。絶対あの女の子落とせるよね。ここで飲んだらっていうぐらいすげえ素敵な。そういうことばっか考えてんな。違う違う、本当にそういう素敵な場所があるのよ。まだそこ、まだそこにいる。違う違う、そこでまだルールしてんの。違う違う違う、俺がとかじゃなくて、ぜひ使ってくれってこと。みんな使ってください。いやマジで俺最近こういうちょっと隠れスポット、しっぽりの目でおしゃれなとこさハマってて。ああ、でもイテウォンって俺こういうイメージあったもん。やっぱだっていイテウォンクラス見てるから。ごめん、またこの話しちゃうんだけど。これさ、ここさ、タイパンってイテウォンに出てさ、そう、あのお店が近くにあって来た瞬間さ、結構ガチの観光客だったよね。大はしゃぎ、すごいね。お前直前までなんか本当なんかネタに困ってじゃないんだけど、ねえねえ今更なんだけど、イテウォンクラスの聖地巡りしないみたいな話をしてて。お前だけだよその熱量。古いって言われて。でも歩いてたらちょうど好きだけど、でもそんな興奮しないじゃん。ちょうどあったじゃんあの撮影の、まさに結構テンション上がって写真撮っちゃったよ。楽しんでるね今回ね。楽しんでる今回は。充実した旅だよ本当に。ビールだ、どうぞ。ガス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 。あ、ミョンドンでさ、ビーホイット見たけど。来て来て。はいっすな、はいっす。いや気持ちいいわ。いや、もうちょい寒くなるとね、外で飲めなくなるから。そうだね。いやでもなんか俺この機会に結構なんかいろいろ喋りたいなって思ってるよ。もうめちゃめちゃ今更なんだけど、何を話そう、もう話すことも出し尽くし、出し尽くし、お互いの考えてることなんとなく分かるぐらいなんだけど、あえて言葉に出してちょっと表現する回をしてみたい。ぶっちゃけほろ酔いトークね。ぶっちゃけほろ酔いトーク行きましょう。10年の友達なのに飲みながら、もういいや、行こう。いや10年10年って言ってるけど、もう10年じゃないよね。13年。10年経ったなって言い出して3年だ。いやこれやばいよね。文字の特徴だよこれ。10年以上は数えないっていう。だからさ、なんか偉いさ、先駆者たちっていうか今までの人生の先輩の人たちが、はい、お前は本当30過ぎたら、あっという間に時間過ぎると、30代が一番早いらしい。あ、30代40代とか、それもろに感じる。どんどんこう体感速度加速するんだって人間って、ね、でおじいちゃんになってちょっとゆっくりになるでしょ。おじいちゃんだと1日バカな感じやね。経験値痛い。これカメラ辛いよなこれ。あれうまいんだけど、思ったより辛かったわこれ。パイナップル、あ、だから何も感じなくなるんじゃないんだけど、なんか人間経験を積んでいくとさ、なんか感動しなくなるっていうのがあるじゃん。いやそれ本当ある。なんかちょっとわかるなと思うのが、最近何をやっても喜べない自分がいたの、特にね。あとギャンブルもやってきて、なんかこうギャンブルって刺激が強い、刺激度が、それはさ多額のお金をかけてなんかこうヒリヒリしながら生きてると、やってると、生きてる日常生活にそれを上回る刺激がなくなってくるみたいな、これ多分ねギャンブラーあるあるだと思う。いや言ってたね、生きた心地を感じれるのがその本当に何かをかけたギャンブルの時に。違うこの金使っちゃダメだっていうあの瞬間が一番生きてる感じがする。生きてるっていう、まあそれはでもまあちょっと大げさに言ったんだけど。いやでも分かんなくないよ。それってさ、やっぱいろんなこと経験したがゆえにその刺激が足りなくなるんだよ。それがギャンブルだったってだけじゃん、なんかさ、例えばヨンチもそうだけど、なんか自分もそうだったはずなのに、なんか若い子見てて当たり前のことを当たり前に感じてこうキャッキャしてるのが、ちょっと本当羨ましくもあるの、でもさ、こうやって聞いてるとさ、ちょっとこう性格悪く聞こえるじゃん。
なんかこう、嫌なやつな感じになるじゃん。まあ、一般論で分かんないけど、でも、すげえ、それ俺は共感できるよ。そう一般論に、自分が、なんか、俺割とね、一般論の部類だと思ってた。おー。属性で言ったら、なんか、あ、違うんだなって、最近めっちゃ思う。あ、ずれてんの俺だったんだ。ことが多々あるんだ。そこにたどり着けたのはすごいよね。やっぱずれてた？たどり着けたじゃん今、うん、あ、俺が一般論だと思ったものは違ったんだってことじゃん。うん、だから俺って変わってんだなって、変わってんだなとはちょっと違うんだけど、ずれたこと言ってんだなっていうのはある。それが普通だと思ってたわけじゃん、うん、それは結構やばいよ、重症だったんだ。別にそれは悪いってことじゃないけど、かなりずれてたんだよ多分、うん、俺は感じたけど、あ、ずれてんなこいつと思ってたけど、言ってよもっと、うん、ずれてるぞって。いや、なんかノーブルマンってものは、まあ今までの俺はさ、ノーブルマンってものはリー君ありきっていうものでやっぱ進めてたし、リー君がいないノーブルマンに対してすごいビビってたの。怖いな、だってみんな求めてるのリー君じゃん。リー君がいないノーブルマンってモブの集まりやんみたいな、俺の中ではあったわけ。なんかそれって俺全部の責任を押し付けてたな。それなんかごめんなと、悪いなって。なんか動画が上がんないこと、例えば連絡がなんか取れなくなったりすることってたまにあるじゃん。その時ってさ、やっぱ俺とかはさ、いやーリー君がやる気ないんですいませんみたいな方向なわけよ、マインドとしては。なんかそれってなんか俺のその時の心情はそうなんだけど、でもなんか普通によく考えたら俺もノーブルマンなのに全部リーのせいにしてんだなって俺は気づいたわけ、うん、今まではリー君がやってくんないからみたいな全部理由付けだったんだけど、うん、あ、なんかそれじゃいけないなっていうのは最近俺は思ったこと。俺が言うと変なんだけど、言いたいことが分かる。まあ極端に言うと、あなたが悪い時は俺も悪いじゃん、うん、だから常に存在してるの、どちらも。はいはいはい。なんか俺は綺麗事じゃなくて、確かにあなたは悪いとこあるよ、だけどその反面、俺にも悪いとこあったんだけど、はいはい、に最近俺はたどり着いた。なんか俺も言い訳して逃げてるし、ノブルマンってものになんか責任を持ってない、はい、動画が止まったことすいません、リー君がすいません、これなら違うんだよねっていうのはなんか最近思ったことかな。簡単に言ったら俺もやる気をなくしてたんで、うん、でなんかやっぱダメかってなってて、なんかそれを自分の中でもう一回精査してどうするか決めようって思ってたら、これいつもそうなんだけど、考える時間が長すぎるの、うん、自分の中でこう溜め込んで、うん、それを消化するまでにえらい時間かかる、うん、それも自分のなんか弱点だなと思ったの。なんかやりたいことが実は俺ねえんじゃねえかって思ったの、ノーブルマンとしても、うん、やっぱそれでも無理して探してやるのは違えなと思ったし、まあ、たまに言われるんだけど、お前さって頭で考えすぎだちょくちょく言われたんだけど、俺もその通りだと思う。もっとなんかこう生物学的に純粋に自分のこうありのまま感じるまま生きようみたいな、うん、難しく考えて、うん、なんかあるでしょ、なんか企画もそうじゃん、うん、これがこうしたらこうだからとかさ、やればやるほどその経験が積まれば積むほどさ、そのデータができちゃって、うん、こうだろうなっていうのが予測ができるから、うん、だけどきっともっと人生観で長い目で見たら人間ってみんな、うん、もっと人生を楽しむべきなのよ、うん、何をするにしても仕事するにしても、うん、なんかもっとこう無垢に、うん、純真に思うまま突き進めばいいなって思うんだけど、でもこの考えすぎちゃうのを変えようと思ったんだ。でもね、これ多分できない、うん、俺正直言うけど無理、うん、変えようとする努力はしてみたんだけど、マイナス思考なのとか、うん、いろいろ考えすぎちゃう、突っ込みすぎちゃう、これって本質が自分こうなんだな、だからそれはそう思うことはさておき、うん、なんかなんつうんだろう、もっと欲のまま行きたいなと思った。うん、残念だ、言ってたよね、きっと。いやでも分かる、なんか素直でいいと思う、もっと別に。もちろん仲間のためもあるし、家族のためとかいろんなことってあるんだけど、結局はやっぱ自分が良くなければ人のために何もできないから、
それはあるじゃん、はい、やっぱまず自分が幸せにならないといけない。でも俺一つやっぱ思うことは、自分でも多分分かってることだと思うんだけど、やっぱ自分にすごい厳しすぎるんだね、うん、でどんどんそのハードルも年々上がってしまうし、うん、で自分に厳しい上に人にも厳しいんだよ、うん、自分のハードルが高い上に身内に対してのハードルも高いの、うん、でこの人はやっぱ頭いいから、あのいろんなことが見えちゃって、でも見えるポイントでなんかいいところも見えるのに悪いところが気になっちゃうタイプだから、そういうなんかそれがいい悪いじゃないよ、でもそういうそうなりがちってこと、うん、比較的それは自分でわかるじゃんきっと。でもね、それする人って、うん、本当弱い人間なんだって。自分がそう、うん、自分の弱点を気にする人が他の人の弱点をよく見ちゃうんだって、うん、俺本当その通りだなと思う、うん、これはでも俺も言えることで、俺って結構人に依存するタイプなの、はい、なんか仲間でやるのが好きっていう、うん、そのなんて言うかな、いい言い方をすればそうなんだけど、悪い言い方を言すれば、ね、悪い言い方をすれば人に依存してんねん俺はだからそばにいてほしいみたいなのもあって、これちょっと気持ち悪いけど分かるちょっと気持ち悪いけど、なんか一緒にやってる自分ってすごく誇れるというか、俺こんなやつと一緒にやれてるっていうちょっとごめん気持ち悪いこの話あー結局このブルマンってなんか喋っててこういう暗いトークテーマになるよなでもさ、それが俺らじゃん、まあ、さっきの話で言うなら俺は依存ガチ人に、うん、やっぱそれってどういう意味かっていうと、俺は自分に自信がない人なの、自分に自信がないから一人じゃできない、うん、でもなんか最近ね、なんかいろんな人と仕事をするようになって、うん、まあ俺音楽やってるじゃん、で音楽やっててやっぱでもさ、自分に自信がないやつ音楽ってやっぱ魅力ないんだと思うね。だから俺はなんかちょっとずつ今自己肯定がすごく上がってきてて、うん、なんか例えばだけど、まあ、ノーブラマンってものがなくても俺はミュージシャンとしてあの一流になるっていう、うん、イメージでいるわけ、うん、なんかそれもそういうことを経てちょっとずつだけど俺はなんかまあ、自分を上げてんだね。で、なんかノーブルマンってものって俺にとって大切なんだけど、まあノーブルマンダメだったらもう俺が引っ張るよっていうぐらいの気持ちでいたわけよ。おお、それは頼もしいな。ワンチャンな？ワンチャンだっけ？いやいや、ほんとほんと。でも同時に、これぶっちゃけトークだよね、だから。ぶっちゃけトーク。でも、全くそのリアクションが返ってこないんだったら、うん、もうやめるべきだなと思ってた、うん、っていうかだって無理じゃん、結局ね、たどり着いたのが、まあいろんな 俺も大人にさ、いろいろ言われて、ああそうだなと思っちゃったのが、俺も比較的頭でっかちタイプなの、ずっとやらずに諦めるタイプだけど、いやいや本当にやるだけですよ、ただやるだけです、まずは、それが結果にあるし、世の中に天才っていうものっているかもしれないけど、でもほとんどの天才は努力家なんですよね、結果を出してるやつだって言われて、なんか変な自分のプライドとかをやっぱり なんだろうね否定されたの、無駄なプライドを。だから今俺プライドあんまない、何でもできるし、それはなんか感じてくれてるかもしれないけど、わかる。だから J から勘中最近なんかこう変化もあるし、なんかいろいろ考え方変わったんだなとは思う、うん、やっぱ本当はやるだけなんだと思う。だって寒いな、それくらいのポテンシャルがあるのに生かさないっていうのはなんか普通に考えたらもったいないよ。本当自分がいかに至らない人間なのかを、ちょうどこの間とある件でね、知らないと思いますけど、全員知ってるじゃないですかごめん、この時点で俺はなかったことにしようとしてるから人生で、マジで
3本指に入るかぐらいの怒られ方したの。でいい大人がさ、チームクソ怒られて、ついでに俺もめちゃめちゃ怒られた。号泣しちゃって、でもう動画も回せないぐらいの怒られ方したんで、あれだったけど、回せるわけないあれ。まあ、いろいろ話したんですよ、その後に。なんか その瞬間恥ずかしいんだけど、その瞬間になんかハッと気づかされたこともあって、うん、改めて本当母って偉大だなって思ったし、あ、立派な人間ってこういうことか、うん、俺も立派になりたいって思ったの。ちょっと変わったもんね、あの時のマインドがさ、うん、もちろんまた下がることは絶対あると思うんだよ。だけどあの時にハッとしたじゃん、確実に。あ、俺本当にお母さん傷つけちゃったんだな、じゃないけど、うん、なんかこれ俺が言うの変だけど、なんか俺は、あ、本当にそう思ったんだなと思ったのよ、一緒に怒られた時に。乾杯しますか。乾杯しますか。寒いな最近。だから一つ決めたことあって、なんか動画とかもなんかもう一本一本に一喜一憂するの嫌なのね、うん、これに動画上げて意味あんのかなとか、うん、リスナーがどう思うんだろうとか。でさっき言ったとおり頭でっかちになって考えが先行するように、なんかもうとにかくやって、でそれを待ってくれてる人ってもちろんいるって、うん、厳しいジャッジをしてくるやつもいる、うん、昔の方が良かったとかさ、うん、こんなもんかってなるかもしんないけど、そうだよこんなもんだよって、うん、今はこんなもんかもしんないけど、うん、やってるうちに見つけるからっていう風には思ったの。まあ、なんかやりたいことが本当に見つかんないっていう、その例えば俺たちが止まる瞬間ってあるじゃん、なんかいやもう一回やりますとか言ってまた止まって、もう再結成しますでまたやって、そんな中でなんか俺たちはなんかみんなそれぞれバラバラで気持ちがね、遊んでたわけじゃないし、もちろんその中で一番多分苦しんでたのはリー君だと思うんだよね。なんかやろうとしてることに意味をね見出しそうとしすぎた、うん、これが意味あるのか、これあるわけじゃん、うん、で俺の人とか伸びる前はみんな底辺の時はすごい伸び伸びやって、うん、だけどところどころしか取り上げたなんか自分の中で勝手なハードルができて、うん、求められるものをこう提供しようとしちゃって、うん、で俺らに対してそういう感動してくれてなんかついてきてくれるような人たちにとってその期待を応える、昔韓国でそのデモ行ったりとかもそうじゃん、うん、何かこう意味を届けようとしてた。でもね本当はそれがイレギュラーだったんだよ、うん、やっぱり俺ってまだまだ人に何か喜びやこの感動を与えれるような立派な人間ではない、うん、多分自分がもっと純粋に人間として満たされなきゃ、ね、うん、成熟しなきゃ人に与えれるわけねえ。そう本当そう、なんかさっきやっぱ一つ思ったの、もちろん見てる人たち応援してくれる人たちにね、なんか元気を与えるとかさ、いろんなことがあるんだけど、俺たちもなんかいい動画を作ってっていうのは前提にあるんだけど、それで俺たちがやっぱり登っていくっていうのがすごい大事だと思う、うん、俺たち自身ももっと上がんなきゃいけないし、もっと自分たちに欲を持たなきゃいけないと思う。欲っていうのはちょっと言い方変だけど、まず仲間がね幸せに暮らせるようにっていうところに持っていくには何をしなきゃいけないかって言ったら、やっぱり YouTube だったら登録者増やすとか、そうだよな、そういうところに来るのかなって思う。ぶっちゃけなんか登録者増やそうとしてませんから、俺みたいないつしかそういうなんか肌から見たらかっこ悪いようななんか立ち回りしてる気がする。わかるでしょ。うん、わかるよ。俺たちってそうであろうとしたじゃん。そういうやつらであろうとしたんだよ。いや、俺らはちょっと邪道だから伸びてねえだけだから。自分の納得する理由をね、そう見つけようとしてたんだけど。でも、ぶっちゃけたら違うじゃん。俺たち登りたいし、ちゃんと本当はね。ちゃんと上に行きたかったと思うんだよね。今思えば。その時は口には出さなかったけど。いや、いいよ。俺たちは趣味みたいな感じでやるのがかっこいいと思ってたっていう。あー、凡人には俺の面白さ伝わんねえか。まだそこかって思しくなかったんだよ。俺らそんな本気じゃないんでかん。
って。そういうやつはね、いつまでたっても本気出さないんだよね。いや、俺これ前からずっと言ってるけど、マジで俺ら仲間って、まあ正直そんな友達多いタイプじゃないじゃん。俺はおじさんになっても遊べる友達でいたいわけよ、うん。やっぱ成長していかなきゃ、それできないからきっと。でも俺とお前もう、おじさんけどでおじさんでここまで来たらまだいまだおじさんってあるから一生コースじゃない。でもちょっと安心したいじゃんもういやいやでこれまたね、うん、大人になって出会ってて、うん、俺は19の時いやいや19でしょ。でもさ、うん、子供の時の友達って意外とその、うん、大人になって会わなくなったりする、うん、大人になって出会って、うん、ここまで続いてってことは、うん、もう安泰かなみたいな。分かるわかんない。たまに今でもきっしょって思うもん。本当に死んでほしいと思うもん。俺も思うよ、それは。こいつマジふざけてんな。なんでお前そのきっしょい時なの。じゃお前はな。引くんだけどマジでリアルに。でもさ、本当生き方次第だよ、これ本当。俺ら、ごめんな、なんか、うん、あの、真面目な話しちゃうけど、本当生き方次第で、どうにでもいつでも、それは道を逸れることあるんだよ。なんぞ気色あれんの。気色さに耐えれんの。お前こそだよマジで。くっそ気色ぞお前マジで。まあもう期待もしてないだろうとか。とにかくもう見せるまで、なんか信用を取り戻すまで、うん、なんかとにかくやるしかねえなとか思ってて。もうだからゼロスタートよはっきり言って。気持ち楽だ。気持ち楽でしょ。ほぼゼロだから。毎回ゼロになるんだよ。何も期待すんなよ楽しなんだよ。またこれがやりますんで、よろしくお願いしますんで。うわぁ、それでも離れなかった人、本当にありがとう。すごい、本当にありがとうね、本当に。今だってあったかいコメント来るとき、俺泣けちゃうもんね。なんか最近、年取ったせいか、すぐ涙が出ちゃう。ほら、ずぶといリスナーだけど、俺正直言って。ずぶといなぁと思う、本当に。何かを待ってくれてるんだな、うん、思うと。答えなきゃな、うん、でもできることからでいい、一歩ずつ。あとはこれはね、またお母さんみたいな話なんちゃうけど、まずは継続してやるってことがやっぱ人間大事なの。何でも才能は二の次、継続力まずは。俺たちがこうやっていろいろ受けなかったことってやっぱ悩んじゃって、俺もそういうとこはあるから、なんか気持ちが分かっちゃうからあんまり言い切れないところもあるの。俺もそれやっちゃうし、お互いにっていうかメンバー全員にね、なんか下手に変に大人だからみんな。いや本当にお互いがよく理解者になりすぎてるな。うん、そうね。オンマに怒られた時は本当に言いたいことも言えない友達なら、友達の意味ないよって言われて、これ言っていいか分かんないけど。この子が半年変わらなかったらお願いだから切ってって言われて、いや、ほんとごめんなさいと思った俺。そう似たもの同士、それぞれ抱えてた悩み、そんなものわざわざ言葉にしなくても十分分かり合えたんだ。ただの現実逃避でもなくて、そもそもが不本意ってわけもなくて、あの日の僕らにはきっと必要な時間だったんだ。抱えた痛み、苦味で上書き、だんだん味覚増したいに快感に行きずりな恋、恋のブラックコーヒー、全てが僕らの味方だった。島だけを生きたんだ、 Crazy 何も怖くなんてなかったんだ、少し悪いくらいがいい、ちょうどいいだなんて、 Yeah 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 yeah。 Good morning 酒も抜けないままで、 Smoking 煙にまみれた部屋で、どんな日々が明日もずっと続くと信じ、 Yeah 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 yeah。 Don't say sorry あの日々を栄養に、それなりにそれぞれ僕らは大人になったんだ。 Don't say sorry あの日々を、hey
ちょうどいいだなんて Yeah 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 もうに酒も抜けないままでスモーキー煙にまみれた部屋でこんな日々が明日もずっと続くと嘆き Yeah yeah